はい、ゆうぶくです。こんにちは。今日は第3回目になります。マニアからね、古本屋さんになったっていう方多くいるんですけど、自分も本屋さんをやる前に、目録作ったりとかしてたんですけど、漫画の国という目録、まあ半分目録なんだけど、半分はもう遊びで貝塚さんの紹介みたいな感じなんですよね。こういう感じで目録っていうか、この漫画リスト、自分で勝手にこういうふうにやって、あとこのクリクリ投手、自分で模写して書いたんです。まあ自分で好き勝手にやって、あとはこういう感じで目録売りますよみたいに。もうこれが20何年前だ。サラリーマン辞めてしばらくどうしようかなとか思っていた時に、このこういうリストを作って通販で一時売ってましたね。で、その岐阜で親睦会とかってあるんですけど、でそこで知り合った方とかいろいろいるんですけど、まあそのサラリーマン時代からね、ある程度自分目録出してて、そこで買ってくれた人たちっていうのが、その岐阜の、親睦会の時のほとんどがそのメンバーだったっていうかね。でちょっと紹介してみたいんですけど、この漫画人さん、漫画人さんって結構もう今有名というか、テレビでもよく取り上げられてますよね。潰れない古本屋みたいな感じで、喫茶店っていうかね、そんな感じの お店なんだけど、その中すべて本だらけなんですよ。座る、お客さんが座るスペースがカウンターで3つぐらいしかないっていう。このマガジンさんも脱サラですね。で、そのこういう目録を出してたんで、結構もうパソコン使ってね、画像をこういうふうに取り入れたりとか、もうこれ一番始めた方じゃないかな。もう二十何年、30年にはならないと思うけど、そんな古くから。でここに書いてるこの絵って漫画人さんの描いた絵なんですよ。これすごい上手ですよね。すごい絵の才能に長けた人ですよね。すごく面白い方です。でこう写真を載せて値段を書いてるというか、はっきり分かりやすいんですよね、こういうふうに。こんな感じで自分なんかね、やっぱりコピーっていうか、あの手書きでみんなこういうふうにやってるんでね、パソコンとかそんなもんない時代なんで。だから先駆者的な方でしたね、この漫画人さん。会っていろいろ話するとね、すごく面白い人です。こんな感じの目録を漫画人さんがやってましたね。あとこれです。風書房さん。風書房さんも今もう実店舗はやめて通販だけなのかな。その人の目録です。店構えながらね、やっぱり目録でこういう感じで目録を出してたんですよね。いろいろな、やっぱりね、古い漫画のに付加価値がつけるというような、そういうマニアの方が多くて、そういう方たちが自分で集めた本をこう目録で売るとかね、あとそこから業者っていうか独立して古本屋さんを始めるとか、そういう方多いですよね。でこの万録っていうこういう目録、これオッケーブックさんなんですよね。大阪では結構有名な人だと思うんですけどね。とにかくこの人はすごいごちゃごちゃしてて見づらいというか、
在庫数は相当あるんですよね。ほとんどが夏物なんですよ。今も実店舗構えてなくて、ネットでヤフーとかで売ってますね。こんな感じでごちゃごちゃしてますよね。だから見づらいというか見づらいんだけど、すごいすごいですよね。このね、なんていうのかな、もう目いっぱい。でこの方会って話したりとかね、いろいろあるんですけど、すごく面白い人ですよね。酒飲みでのんべえだし、すごい面白い人なんですけどね。でこれ40号の特別号なんですね。で多分横のつながりも相当あるんでしょうね。いろいろな漫画家さんたち、漫画家っていうのかな、マイナーのこうそういう辰巳八景、この人の、復刻みたいのを入れてますね。何ページぐらいだろう、40ページ。あとこういう評論みたいな感じの、こういう方とやっぱりコンタクト取ってて、あとこの結構ね、漫画目録といえ、こう結構読み応えのある内容なんですよね。これ40号っていう特別号っていうこともあるんでしょうけど、あとこういうね、方がもう寄稿してますよね。絶版漫画に関する若干の雑学とかね、結構ね、うんちくなるね、漫画に精通した人ってね、結構いるんですよ。漫画仲間っていうかね、そうした、だから年齢も違うし、職業も違うんですけども、歯医者さんがいたりとか、やっぱりいろいろそういう話するとね、すごく面白いし勉強になったりとか、あ、なるほどなとかっていうの結構あるんで、サラリーマンやってて辞めて、まあサラリーマンの時からね、私目録とかでやってたんで、名前とかは結構知ってたんですよ。で実際会ってみてね、お話しするとみんな漫画に関してね、純粋に愛していて、こう勉強になることがたくさんあるっていうかね、そういうのをね、痛切に感じましたね。 OK さんのこういう店舗の住所とかね、今もうネットのみですね。こんな感じね。まあこれストレートでたまたま撮ってたんですけども、あとこの北海道のね、漫画目録、ジャンクマーさんね、この人も今もう実店舗やめて目録販売、ヤフー、主にヤフーで売ってますね。でマニアに声かけて本を出品してもらって、それをこの目録に載せたりとかしてますね。で結構ね、いろいろ読み応えがあるというかね、いろいろこういうような遊びもあって、これ結構厚いんですよ。目録自体が90ページぐらいあるんですよ。すごいですよね。これをタダで配布して、これ一冊作るんでも相当お金かかりますよね。印刷して全部これね、パソコンに取り入れてこういうふうにやってるんですよね。これすごいですよね、この労力。あとそのお客さんからの要望とかね、そういうこういうふうな感じであるんですけどもね。で今ね、この目録もやめちゃいました。っていうかね、やっぱり古本屋さんって趣味が高じて始めてるような方が多いんで、好きなものにはお金かけちゃうんだけども、経営っていうか、そういうの考えると意外とダメというかね。私のとこもこう見てもらうと分かるんですけど、これ全部段ボールの中に本が入れてあるんですけども、本来にね、本当はきちんと並べてね、まあそういうところもいくつかはこの2階の上にもあるんですけど、ちゃんとね、そういう本を背表紙でね、こう乗っけてこう見てね、そういうのもあれかなとは思うんですけど、在庫って結構どんどん増えちゃうんですよ。じゃあいざ売ろうとした時になかなか売れないと、それは結構みんなジレンマじゃないかなとか思うんですけどね。自分古書組合とかにも入ってないんで、まあ入ってる方はね、そういうところの一円持ってって処分するっていうのも簡単にできるんでしょうけど、自分の場合はそういう組合にも入ってないんで、あとは処分するのじゃあどうするのみたいなのもあるんですけども、この
マニア上がりの人っていうのはね、本に愛着を持っちゃうんですよ。そうすると、あ、これちょっと、手放しづらいなとかね、そういう感じ。もう二足三文のような本でもそうなんです。愛着があると、そうするとね、手放したくないとかね、これは自分の蔵書で持っておきたいなとか、そういうふうのが頭に先回っちゃうんでね、経営として成り立たないっていうか。だからね、実店舗構えてうまくやってたね、そういう人ってほとんどたくさんいたんですよ。だけどブックオフが出てきたことによって、そういうお店がどんどん潰れるって言い方も変だけども、今度はネットにシフトするとかね。あとマニアの方ってネットから仕入れするっていうか、もうお店に行ってももうほとんど手に入らないから、ヤフオクで探しますね。自分の場合もそうなんですけど、貝塚さん関係特に集めてるんですけど、その切り抜きとかね、たまにドバって出る時があるんですよ。そういう時はつい買ってしまうというか、単行本に収録されてないっていうのは、やっぱり雑誌を買わない限りね、そこの部分っていうのは読めないんで、あ、そうか、ここ単行本になってないとかね。どの漫画家さんたちもそうなんですけど、完全な形でね、今はもうほとんど完全なんでしょうけど、昔はやっぱり端折ってたんですよね。特に秋田サンデーなんか特に端折り版ですよね。長剣リープとかも人気があって4版5版ぐらいまで、秋田サンデーの言ってましたけど、あれ桑田さんからクレームが来たんですかね。完全版っていうか、そういう要望が強かったけども、端折り版だったと。で、1巻、全1巻という形でね、長剣リープが出てましたけど、そういう意味でやっぱり当時の本を買い揃えないと。だからミラクルエースもそうですよ、全4巻だけど、実際はもう全7巻か8巻ぐらいまであるんじゃないですかね。あと角田次郎のライバルさん、ライバルの旗とかもそうですよね。で、サブマリン707、小沢さんもそうですけど、後にね、完全版とかが出てますけども。で、マイナーの場合だと貝塚さんなんか完全版なんてほとんど出てないんですよ。だから雑誌を集めるしか方法がないんで、それが時たまね、雑誌がポンとヤフーの中で出る時があるんで、そういう時はね、頑張って入札して買っちゃうんですけど、で、それが釣り上がっちゃう場合もあるんでね、それはちょっとあれかなとか思うんだけども、やっぱりマニアの方って好きなんですよね、その本自体が。で、集めたい、読みたい、全部通して読みたい。そういう意味で、その手塚さんが亡くなった以降ね、ワンダースリーとかヴァンパイアとか、そういうのが完全版の形で出てますよね。あと横山さんだと鉄人28号もそうですよね。少年版のやつが完全版でドバッと出たりとか。だからそういう今まで集めてた人がね、急に完全版で出てきて、何それみたいな部分もあるんですけど。だから自分も少年チャンピオンの赤い牙もね、ずっとこう集めてて、今3セットぐらいにあるんじゃないかな。だからそういう方多いと思いますよ。だからザ・クリエイターね、その当時ザ・クリエイターも赤い牙、少年チャンピオンの時、手塚さんがクリエイター、ザ・クリエイター書いてましたけど、手塚マニアの方とその部分を交換したりとかね、結構そういうことをして集めたっていうこともあるんですよ。だから漫画人さんも結構貝塚本を集めるときに、漫画人さんですね、どのぐらいだろう、まだ自分が商売する前かな、あの頃ね、こじきと殿様っていうのがデビュー作あるんですけどね、その時もやっぱり、漫画人さんから譲ってもらったっていうんですけどね、作家のデビュー作品って意外と手に入らないんですよね。こじきの殿様ってもう20年とか30年こうずっと見てるけど、ほとんどヤフオクなんかに出てこないですよね。で、だから自分が手に入れたのはもう20年とか30年ぐらいになるのかな、そのこじきの殿様、この漫画人さんから言ってもらったんですけどね。だからそういう意味で貸し本の漫画って意外と出てこないんですよ。で、貝塚さんって結構貸し本漫画が多いんですけども、意外と集めづらいというか出てこないんですよね。川崎昇さんもそうなんだけど、アタックキャンも
1巻だけ出ててね、1巻はたまに手に入るんですけど、2巻があるっていう話があるんですけどね、まあその川崎ファンの方から聞いたんですけど、あの2巻があると。でもその2巻って見たことないですよね。自分がもうだからどうだろう、ヤフオクで1回も見たことないんですよ。でそれがあるかどうかも分かんないんですけどね。だからそういう意味だと、その先が見えない、コレクターにとって、こういう本もああいう本もあるとかって。でそれがまた急にあの復刻で出ればまだ見ることが可能なんだけど、復刻で出てこないですよね。特に貝塚さんなんていうのはほとんど復刻にならない、漫画ショップで、数点なったぐらいなんで。あと川崎昇ね、川崎さんも集英社と講談社しか出さないような話なんか前ちょっと聞いたことあるんで、で今回、まあ夏マンキングでね、高橋さんが出しましたよね。ハヤテとかいう忍者漫画ね、少年ブックに掲載されていた、あれが全一巻で、その後の太平源氏が出てるんで、ちょっと高橋さんもご病気っていうか持病を持ってるんでね、大変だと思うんですけども、復刻に力を入れて頑張ってられるんでね、うん、だからそういう意味で復刻は続けてほしいなっていう思ってます。でその川崎昇さんって今もうほら九州の方行っちゃってね、向こうでなんか地元のキャラクターもの描いたりとか、まあ一回も応援はしたことはないんですけども、川崎昇ファンマガジンっていうかイサムを作って、当初はね先生にも送っていたんですけども、まだ作る機会があればね、作ってまた送りたいとは思ってるんですけども、はい、今日はちょっとね漫画目録のことについていろいろ話してみました。はい、今回は以上になります。はい、よろしくお願いします。